鳴りやまない電話。まだ、スマホなどない時代の話。田中さんの会社は、とあるビルのワンフロアにある。本当はその下のフロアも合わせて、ツーフロア借りていたのだが、この不景気による売上減少で、縮小したのだそうだ。もともとは倉庫代わりに使っていたフロアだったそうで、安いレンタル倉庫に荷物を移すことにしたという。 空いたフロアはしばらく誰も入居しなかったが、最近になって弁護士事務所が入居した。空きフロアがあるだけでビルの活気は半減する。フロアが埋まったことに他人事ではあったが、田中さんたちはほっとしたそうだ。ある日の夜、相変わらずの徹夜作業中にコーヒーでも買おうと、 田中さんは外に出た。ビルにはエレベーターがあるが、デスクワークが多いと運動不足になるため、階段を利用することにしている。階段ホールから階下を降りると、かすかに電話の音が聞こえた気がした。下のフロアは例の弁護士事務所だが、早い時間に引き上げているはずだ。時計を見ると、 夜中の2時過ぎ、鳴り続ける電話に、留守電にしておけばいいのにと、おせっかいなことを考えながらコーヒーを買いに出た。ところが、帰ってきてからも電話は鳴り続けている。随分しつこい相手だと、少しゾッとしないものを感じながら、フロアへと戻ったそうだ。 弁護士事務所は綺麗なイメージでありながら、揉め事を扱うので色々とある。それを思い出したのだ。翌朝、またコーヒーを買いに出ると、ちょうど出勤してきた弁護士事務所のスタッフと鉢合わせた。そこで、田中さんは昨夜のことを軽く話した。夜中にずっと電話が鳴ってましたよ。 留守電になっていないようでしたけど、そう言うと、スタッフは不思議そうに彼に言った。うちの事務所、来週にならないと固定電話が開通しなくて、まだ携帯で連絡を受け付けているんです。その携帯も夜は私が持って帰ってますから、ほら、と差し出した彼の手には、 事務所専用とテプラが貼られた携帯電話があった。